ストンストンとこいつ、あ、ここは気に、古くなった。ちょっと景色の風が変わるから分かりますね。ここからちょっとストンときたら、この辺りとかなんだ、何の花かな？へえ。喫茶店とかもちゃんといろいろとあるのがですね、これは多分カラオケ喫茶かな。なるほどな。あった人、赤車が日本の25号車が走ってきましたね。これは新しい方のエブリワゴンかな。あ、ま、間違えた。これ、岸型ですね。横にあれがないので、見分けがつきやすいですね。よいしょ。言うてやっぱ、郵便局の車って、やっぱ距離、走行距離走りますからね。ねえ、こんなとこ入れんの？やべえ、すげえとこに入っちゃった。わー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 。あ、わー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 。こっち入れる。おお、入れる、入れる。何がね、すげえすげえ。あー、戻ってきた、戻ってきた、戻ってきた。いやー、楽しいですね。さあ。で、ちょっと、今のところは多分行ってないけど、ちょっと行ったら、だんだん怪しい。寿司、焼肉、とんかつ、どこ？もう、万博、え？万博と思ったら何この入れたって、ちょっと待って、どういうこと、どういうこと、どういうこと？これで元宮って思うんや。なるほどね。500円かな？え？安いね。やっべえ。焼肉だ。やっべえ。カツ丼。うわ。うわ。うまそうじゃ。うまそうじゃないかか。公式ホームページ指定してなかった。なかった。残念。なるほどな。ありますね。魅力的なところまだまだいっぱいありますね。で、259号線ずっと行きますよ。まだまだ先歩きますからね。大丈夫かな、これ。えらいことだ。で、ここは、中華水があるんだね。いいな。いいですね。税もあるし。もうちょっと行ったら多分降りるところがあるはずなんだけどな。まだ先かな？ずっと行くのかな？あ、また急に新しい景色になった。2023年1月。最新の映像になってきましたね。こっち、写真がちょろちょろ変わるの面白いですね。普通車に乗ってるときにこんな車線変更の仕方したら完全に逆走だし、もう絶対ダメですけどね。おっと、新しい、なんか綺麗な店できてる。何これ。これ新しい感じじゃない。コーヒー缶つばき、あらー。ホームページある。あ、Facebook 持ってるね。ほー、コーヒー缶つばき、めっちゃおしゃれな感じや。ああ、最新情報があまり更新がされてないけど、影響は多分してるんじゃないかな。なるほどな。やるねー。あとね、もう、紹介リンク、えぐいことになってないよ。バーチャル館さんもこれになっちゃうからね。ちょっと気をつけないといけないけど。まあ仕方ない。もう紹介したいところはいっぱい出てしまうんですからね。紹介したいところがあるのはもう仕方がない。ならもう全部紹介しちゃいますからね、うちのところは。あ、ここで駅前の方に行けるかな？どうだ？赤羽豊橋で、これもまっすぐ行った豊橋の方行くんで、多分これ市街地の方にもそろそろ入ってかないといけないはずなんですわ。バス的には。なかったっけな、この辺り。ちょっともう覚えてねえ。9月の話なんでね、半年以上前なんでね、結構覚えてんだよ。いけないんだよな、これ。民読めないと話がええとか消してある？わかんねえ。こっちじゃないかな。こっちだったと思うんだよな。合ってない？合ってる？合ってない？合ってる？バス停出てこい。あ、
なんかバス停、トヨタとバスのバス停を見つける能力上がってきてるぞ、あれ多分。今あったよね、バス停の、あったた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 
正式名なんだよ。でも地元の人しか使わねえから、ノーコマイル通るんだろうなと思いながら、走ってたら、合ってんぞ、これ。うわぁ、しよしよしよし。ノーコマイルですね。正式名称何かな？渥美農業高校なんだ。なるほどね。よし、当てた、当てた。すごいですね。こんな感じ。愛知県立渥美農業高等学校。これが正式名ですね。なるほどな。よし、さあ、って言ったら、マックス走ってんじゃん、懐かしい。ピンクのやつ乗ってましたね。これダイハツのムーブ。この方も懐かしいですね。でもこれ、最初のあれですけどね。さあ、から先をずーっと行って、ずーっと行って、もう10分ごとにぶつ切りして出してやろう。完全に、ヒーハウハウ、ハウハウ人、ああ、ヒデハウチシンクさんかな。多分ちょっと画像が狂ってるな。なんですね。なるほどな。でも結構横流れ、すごいね。そう、流れてね、もう今ね、編集する時間がどん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 削られていってるんだ。車の並びが、免許返納した方、さあ、ここで車を降りましょうって赤になってた。これが著しいところだと、こっちの方のが需要あるんだろうな。なるほどな。まあ、私は古い消火栓。これ、そう、ああ、なるほどね。でも古いな。器具箱入ってますね。いいですね。マンホールがね、もっと本当はね、見れるとね、楽しいんですけどね。マンホールって楽しいんですよ。こういうところのマンホールとかね。普段、絶対見れないですからね。ああ、意外とね、市町村合併前のマンホールのやつだったりすることありますからね。東京とか23区内で、東京市のマークのやつが残ってたりするらしいですからね。楽しいんだよね。そういうのを見るの。あ、こんな感じで上につけて走ってるんですよね。なんか私がやったら、高さ制限のところでバキンと落ちちゃいそうですけどね。畳屋さん、畳ですね。畳屋さんね、畳ショップ。もう畳ショップなんですね。でも英語案内もちゃんと字である。この辺とかやっぱ Google の機能すごいですよね。で、ストンストンストンと行くと、今度何、これ何屋さん？ああ、車屋さんね。鈴木整備。でもこれは、あっちの鈴木と、あ、でも関係あるのかな？それとも多分急に鈴木さんがやってる可能性も高そうですけど。イスコジャパンって何？何屋さん？ホームページないな。これ、イスコジャパンって何なんだろう。で、走ってたら、これは、サンライト、何？ここは。喫茶店か。なるほど、サンライト。漫画喫茶に近い感じなのかな。なるほどね。いろいろありますなぁ。で、ストンと言ったら、守ろう、モーラルかな。なるほど。ストンと言って、ここは何？三河屋か。フレッシュアメですだ。パワーズだ。今こんなデザインになってんだ、パワーズ。昔はね、三重県にも、富田とかにもありましたけど、三河屋ですね、多分。あ、ウェブサイト、ウェブサイト入ってないけど、これ多分、パワーズですね。で、なんか作ってる。最新情報で作ってるか、まだ経ってないでしょうね。何これ？何作ってんの？田原会館。あ、病院かな？まだこういうとこにできると。あれですね。いいですね。ヤフーでも出てきますね。飛んだ。
本当に歩いてる気分になってくるな。疲れてきた。